さあ、トラックでは少年女子の 100m 競走の決勝が行われます。決勝を走る選手をレーン順にご紹介いたします。第1レーン、長澤さん、野田市。第2レーン、長沼さん、鎌ケ谷市。第3レーン、鍋島さん、松戸市。第4レーン、伊藤さん、流山市。第5レーン、塩田さん、千葉市。第6レーン、森沢さん、船橋市。第7レーン、安下さん、柏市。第8レーン、菅原さん、我孫子市。以上の選手によりまして、少年女子 100m 競走決勝です。しました。少年女子 100m 競走決勝、飛び出しているのは森沢さん、船橋市。内側、阿部島さん、松戸市も頑張ったが、森沢さん逃げ切ったか。好タイムです。12秒35の好タイムで、第6レーン、森沢さん、船橋市が優勝。風は追い風の 0.7m でした。